皆様こんばんは。こんばんは。令和2年7月31日金曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたします。キャスターの恵龍之介と申します。よろしくお願いします。同じく野原美奈恵です。さて、恵先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日のテーマを申し上げます。新型コロナウイルス第2波到来、通襲虐殺事件81周年、42歳で散った県出身外務官僚、米中対立、中国は日本を狙う、以上の3テーマでお送りいたします。はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず昨日の30日19時24分、李登輝元総統が死去されました。ご冥福をお祈りしたいと思います。平成7年、私は総統府を訪問した際に、当時は李登輝総統が非常に歓迎を受けまして、はい、でその時に元総統が言われたことはですね、沖縄の米軍基地がアジアの平和と繁栄に大きく寄与しているということをぜひ県民に納得させてほしいということを言われまして、うん、そうですか。はい、さらにですね、陸海空三軍のトップをですね紹介してくださったんですね。うん、その時に曹さんという海軍大将がおられてですね、はい、この方も本省人事で非常に親日家でした。うん、そしてね、その李登輝さんのお兄様は日本海軍の海軍軍人として選出されて、あ、靖国神社に合祀されておられるんですね。そうですか。はい、そういうこともありまして、はい、はっきり言わせてもらうと、はい、日本人以上の日本人でした。うん、そうですね。とても素晴らしい方だと思いました。はい、はい、謹んでご冥福をお祈りしたいと思います。はいはい、次ですね、新型コロナウイルス第2波到来、皆さん大変なことになってます。はい、沖縄県政の、ね、危機管理能力が、ね、もう露呈しているという感じでね、はい、もともと私はよく言ってたんですけど、沖縄には本格的な冬がないから、はい、備えるという意識がないと、はい、なんとかなるさという感じだけど、なんとかならなくなっているのが現状ですね。はい、このことに関して申し上げたいと思います。27日以来、本日までですね、6日連続で過去最高の陽性反応者を更新しております。本日に至ってはね、70名を突破しているようですね。うん、で沖縄で70名というと、東京に換算するとですね、東京の人口に換算するとね、700名に相当するんですよ。700名、そうですか。1日700名陽性反応者が出たとなるとね、大変なことなんですね。これで国民の皆様も沖縄の現状が理解できると思うんですけど、で知事はね、28日に移動自粛と休業要請は求めないと全国にアピールしたんですね。はい、あれって僕は思ったんですよ。当時の 病床の占有率も 50% ぐらいでしたから、よっぽど自信持ってるなと思ったらね、翌日からまたどんどん感染者が増えてね、ついに30日には28日の宣言を訂正して、はい、休業要請をするということになったんですね。はい、本当に私、この知事はね、大丈夫かなと思うんですね。朝令暮改知事ですね。朝令暮改知事で、ね、はい、ただ基地反対だけで知事になった男だからね。はい、で皆さん、この沖縄の現状っていうのをちょっとご説明したいと思いますから、はい、ちょっとお願いします。沖縄県の陸上の面積は全国の面積の 1% にしか過ぎないんですけど、この沖縄 の排他的経済水域がどれぐらいの広さがあるかというとですね、はい、那覇を東京都に持ってきた場合ですね、はい、東は大東島、西は与那国島、南は波照間島、北は伊平屋島という感じでですね、はい、これの面積が東西4500キロ、南北1000キロ、本州の 2.5 倍、45万平方キロメートルの広大な海域に囲まれているんですね。しかも363の島嶼、そのうち26が有人島と、はい、いうことなんですけど、はい、有人島の中でもこの大きな大きい比較的面積が大きい宮古島、はい、
そして石垣島、ここはね、この新型コロナウイルスに対処できる感染症病床がね、宮古島が5床、石垣島が5床にしか過ぎないんですね。これがもう満杯になってるんですよ。本日は石垣島で、5名発生しましたですね。もう今大混乱なんですね。また宮古島でも発症しましたね。宮古島でも発症したしね、これ恥ずかしい話だけどね、宮古島で発症した方は病院関係者なんですね。この方は那覇の飲み屋でね、罹患されたらしいんですね。クラスター、那覇の沖縄、日本でいうと新宿にあたる松山地区らしいという情報を聞きました。だから医療関係者の方も含めてですね、身辺をこう清潔に保たないとですね、いけないと思いますね。でこういう状況の時に、例えば石垣島、宮古島あたりからさらに離島で発生するとね、もうパニック状態に陥るんですね。で私はね、知事は本当に真剣に県政をやる意識があるのかなと疑問に思ったんですよ。そうですね。それはね、7月25日、本島中部の会場でですね、基地従業員を対象に PCR 検査が行われたんですね。皆さん大勢いたもんだから行列作ってたんですね。そこで悪ふざけをしてね、基地従業員の皆様から品種を買ってるんですね。そうでしたね。そういう状況を見ててね、危機管理が全くなってないですね。全くそうですね。今回のこのウイルスの件に関してはですね、今宮古石垣はまあそれなりに大きな離島になりますから、5床確保できているかと思いますけども、例えば小さな離島になりますと、もう例えば病院の、ね、ベッド数ももちろんないことながら、その患者を輸送する手段を考えなきゃいけないわけですよね。それはもう自衛隊に頼るしかないと思うんですけれども、そういった手順とかお願いとか、そういったことも知事はできているんでしょうか。最終的にはまた助けてくれ、彼はいざという時には東京に泣きつくのが得意ですから、すぐ助けてくれ、ギブアップっていう、ヘルプヘルプっていうことを言うと思いますよね。何か全てが行き当たりばったりという感じがして仕方がないですね。次行きましょうね、はい。通州虐殺事件から81周年、42歳で散った県出身外交官、皆さんこのまずこの写真を皆さんに披露してほしいなと思います、はい、よいしょ。今ね、日本の歴史関係の書物からですね、この通州事件というのがどんどん削除されていってるんですよ、はい。これはね、通州事件というのは中国人の残虐性を示す大きな歴史的なエポックだったんですね、はい。この多葉正義さんという方がおられて、はい、沖縄初のキャリア外交官としてですね、活躍している最中にね、はい、通州で、はい、ボートに襲われてね、はい、虐殺されたんですよ、うん。でちょっと碑文をお見せしたいと思います。これお願いします。検証碑がね、今から10年前に建設されたんですね。お生まれになった聖火の隣にの公園にですね、地元有志によって建設されたんです。沖縄初の外交官多葉正義検証碑っていうのができたんですね、はい。その碑文をに見ていてもね、これはやっぱり佐伯系の文化人が書いたっていうのが分かりました、はい。ちょっとじゃあ碑文の方の、はい、碑文を簡単に読みます。これ文学的にも間違いがあるんですね。そうですか、はい。多葉正義1894年、これ言語を書いてないのもおかしいんですね、はい。明治27年1937年、若干補足しながら私説明していきますから、はい。明治27年1937年昭和12年没とは、浦添市遠山で出征、沖縄初の外交官となり、国際的に、これは私が付け加えます、日中親善に活躍した沖縄の先駆者である。多葉は一中生徒の頃、外交官に憧れて絶えず語学の教科書と辞書を持ち歩き、また休日には庭先の木に登り英単語を発声練習したと。そのため地元では学ぶりとも言いますけどね、学問ぐりとあだ名されていたそうです。1915年大正4年、東京外国語学校、今の
東京外大に入学、2年時には難関な外務職非正試験に合格したと。任地は後で地図で示しますけど、外務省本省、中国福州、香港、アモイ、吉林、漢口、南京の領事館で活躍したと。その後は一旦退官されて上海商務官事務所にお勤めになられ、さらに満州国外交部に勤めるわけですね。満州国の 外務省ですね、外交部というとね、はい、それでね、運悪く昭和12年7月29日通州特派員交渉、要するに通州にあった満州国の出張所でですね、はい、ボートに襲われて惨殺されたんですよ、うん、で上海商務官事務所 のお勤めの頃はね、松岡洋介、岸信介、佐藤栄作総理のいいとこに当たられる方ですね、はい、が後の外務大臣なんですけど、この内閣でですね、松岡洋介の秘書役を務めたと。で松岡はその束正義の実力を高く評価して、その後深い関係に師弟関係になったと、はい、で多摩正義は郷土への思いも強く、画豪は沖縄振興を図る意味の江南と称したということが書いてあります。で この後半にね、なんで通州事件って書かないのかなと。この又吉さんっていう人は沖大の中世グループで有名な沖大でですね、はい、沖大の教授なんですね、うん、彼はね、通州っていう文字は書かんで日中戦争っていう表現してるわけ。日中戦争なんかかばってるんだな、はい、かばってるところもあるしね。そもそも日本と中国は戦争なんかしてませんからね、まあ、正式にはやってないけど、でも、でも12月8日の開戦の時には宣戦布告しましたよね、まあ、大東亜戦争ですよね。そうです、そうです、はい、でそういうことでね、はい、この田畑正義さん の生き方が本当に的確に表現されているのかなと思いました、うん、それでね、なぜ通州虐殺事件というかというとですね、はい、皆さん絶対忘れていけませんよ、この通州でのね、はい、通州では日本人および当時は日本人であった朝鮮人の方々、はい、合計200名がほぼ全滅に近いぐらい、そこは日本人居留区だったんですね、はい、で少数の軍隊が守ってたんですよ、はい、日本軍の軍隊がね、はい、なぜかというとね、この奮闘政権というのがここを掌握してたんですけど、はい、これは非常に親日的な団体だったんだけどね、土壇場で裏切るわけですね、我が国をね、はい、そしてそこにいた在留邦人約200名が惨殺されるんですけどね、はい、皆さんインターネットで通州事件って検索してみたらいいですよ、うん、もうね、もうびっくりします。妊婦を、ね、の腹を切り裂いてね、胎児を突き刺したりですよ、はい、幼女をレイプしたりね、うん、男性に至っては頭蓋骨をこの頃に砕いたりですね、うん、もうとにかく人道に戻ることをしてるんですね、うん、でこの歴史的な事象および表現がですね、日本の歴史 の表現から消えていってるんですよ、はい、そうですね、こういったのを見てるとですね、はいはい、皆さんこれは中国の工作が動いているということをね、またこれから説明していきたいと思います、はい、で通州というのはどこだったかということをまず説明しますね、はい、あ、はい、これは通州事件が起きた頃の東アジアの地図です。昭和7年に満州国が成立します。でこの赤いマークはね、多摩正義が務めた主な赴任先ですね、はい、で満州国の外交部にお勤めになられてからはね、通州に赴任している時に42歳で殺されるんですよ、はい、で今から20年前にね、琉球放送が一人娘が生存しておられたもんだから、多摩正義さんのね、はいはい、この方が父親の最後の地をところで抱擁するということでね、
向かったんですよね、はい、これ琉球放送がずっと取材してました、はい、で沖縄独特のこの平ウコウとかありますよ、平たい長方形の線香ですね、内地のものは細い細いけど黒くて平たいお線香ありますね、そうです沖縄独特の、はい、それを捧げようとしたらね、はい、なんとこの中国の見張り役がね、静止したんだやるなって言って、ひどいなと思ったんだけどね、僕は中国人というのはしたたかだなと思ったのはですよ、はい、最近の話になりますけど、はい、平成30年の5月14日、はい、あるいはその2年前の平成28年の5月17日、それぞれ沖縄の左翼グループが北京中国政府に招待されて、はい、反日的な活動をする、その一端としてですね、はい、復讐にあったとされる沖縄人墓地、琉球王国の頃の共同墓地、はい、そこに連れて行かれてね、はい、一応先輩方を弔うということでやってるけど、はい、その時にはね、線香どころか沖縄独特の打ち紙とかありますよね、はいはい、まあ、時間があればそれも説明したいんですけどね、はい、それを持って行ってね、三味線も弾いてね、空手の演舞もして、はい、沖縄独特のあのこの葬儀をやってるんですね、沖縄独特の慰霊祭をですね、慰霊祭をやってるわけで、ね、はい、これには中国政府は一言も文句言わない、はい、これはどういうことかというとね、はい、通州事件のイメージをもう歴史から消そうとしてるわけですね、はい、それでね、多葉正義さんが亡くなった昭和37年の7月29日の午前3時に虐殺されたんです、はい、ですね、はい、昭和12年だ、1937年、はい、1937年、昭和12年ですね、はい、頭を完全に粉々になるぐらい破壊されて頭蓋骨をね、な、うん、くなったんですけどね、で昭和、12年の8月25日、亡骸は沖縄に運ばれてね、はい、那覇市民葬が行われるんですね、はい、約1000名ぐらいの弔問の列が続いたらしいんですね、はい、でだから当時を知っている方々がどんどんこの世を去っていくとね、もう完全に忘れされていくわけ、うん、でこの通州事件の結果はどういうことがなるかというとですね、はい、中国人の中国漢民族のね、中国人特に漢民族の残虐性を示す一つのいい証拠になると思うんですね、はいはいはい、これだけじゃありません、はい、皆さん、はい、1947年の2月28日台湾で発生した228事件、はい、大陸からやってきた国民党軍のレベルが非常に低くてね、はい、その以前まで駐屯していた帝国陸海軍、はい、日本陸海軍からすればね、もう月とすっぽんの差があったわけ、はい、であまりにも非道なことを繰り返すもんだからね、住民たちが放棄してあの抗議したら、はい、約3万名粛清されたんですね、そうでしたね、はいはい、こういったのを見ていてね、はい、今沖縄県内では最古の文化人は口を開けばね、はい、沖縄と中国とは600年の付き合いと、うん、まさか中国がね沖縄人をいさめることないさって言うけどね、はい、この事実皆さん知ってますかって、そうですね、228事件はあれですよ、台湾の本省人の方はこの日本軍と蒋介石の国民党軍の表現として犬去りて豚来たるみたいな表現されてますね、うん、そうですね、はい、僕はね、本当はこの普通州ではね、はい、多葉正義さんだけじゃなくて沖縄県出身の、ね、移民団も結構いたらしい、はい、これ今は何名ぐらいいたか調査してるけどなかなか判明しないんですけどね、はい、本当はご遺族の方々がね公開裁判にかけた方がいいな、ね、北京政府をな、はい、今の現政権をな、損害賠償しろと、そうですね、台湾国民と台湾政府は228事件で亡くなった沖縄出身者には懲役金払いましたですよね、はい、5年ぐらい前にね、はいはい、そうでしたね、それぐらいやるべきだと僕は思いますね、そうですね、この沖縄からの移住もかなりいらして、またあれですよね、あの日本併合の際の朝鮮人の方もかなりいらしたということですけど、なんで韓国は全くこの通州事件に言及しないんでしょうか。韓国はね、知りでしょうがないです、韓国は自分より強い人間には絶対口出ししないしきれないんですね、自分より弱い日本とかねはいじめるんですよ、はい、例えばあのベトナム戦争の時もね、もう残虐に残虐を重ねたでしょ、韓国軍の連中がね、
そういうこともあってね、うん、もう人間の本性を出してますよね。自分より強いもんには媚びを打ってね、自分より弱い人間はいじめて、はい、いじめて金をせびり取ると、そうですね、いうことですね。はい。で、中国のしたたかな工作は今どんどん進行してますから、はい、さっき言ったね、本当にあったかなと思うぐらい通州にある沖縄人墓地をね、はい、これが沖縄人墓地だということにして、はい、なんかそこの、そこで慰霊祭をやるということですね、それだけじゃないですよ皆さん。生徒で反日暴動が起きた時ね、日本の留学生たちも狙われて、あの寮内にこもって、あの会議してたんですけどね、はいはい、共産党員らしい連中がね、沖縄県出身者だけを探して握手をしてね、君と僕とは兄弟だよなと、琉球が独立してね、そしてまたあの繁栄した方がいいよっていうようなことをね、盛んに言って歩いてたらしい。懐柔しようということですか。だからね、はい、日本の一角を崩すためには沖縄が一番いいわけですよ。そうですね、こういった感じであまり歴史教育しないしね、碑文にまで事実と反するようなことを書く、そうですね、一応不名誉知識人がいますから、はいはい、こういうこともあるからね、あのしっかり皆さんね、はい、中国人の本性を理解しないといけないと思います、はい、これもついでに説明しておきますね、はい、これはね、作風行事、これは焼失前の首里城での宇奈正殿での光景ですね、はい、中国の皇帝から授か、あの琉球王の琉球王を任ずるという釈、はい、認証式なんですね、はい、これが上に写っているのがあの作法、作法師という連中ですね、はい、これ見てください皆さん、こんな屈辱的な儀礼をね、焼失前の首里城では毎年繰り返されていたんですね、はい、これは三期九皇統の礼をするシーンですよ、はい、後ろに立っている中国から派遣された幹事がね、はい、中国語で座れ立て、それでまた座れって言ってね、中国語で命令しながらやっていくんですね。そうですね、はい、これは琉球新報が主催してやってた。そうですね、はい、でね、いいですか皆さん、琉球新報っていうのは自分たちはうるま新報から始まったんだけど、戦後ね、はい、勝手に戦前の琉球新報の名前をピックアップして、全く別の120年の歴史とかなんとかって嘘吹いていたんですけどね、はい、実は皆さん、じゃあこの多摩正義さんなんかが虐殺されたと年代のですね、琉球新報の記事を紹介しますとね、はい、いいですか、はい、昭和14年7月2日琉球新報の記事ですね、品事変2周年記念講演会7月7日晩那覇市公会堂主催琉球新報社、こんな感じでね、暴子幼鳥とにかく中国は生意気だから叩き潰せと言っていたのは琉球新報ですよ、だから今の琉球新報社がね、戦前の琉球新報社のとつながりがあるというんだったらね、はい、まずコメントで発すべきだね。そうですね、はい、戦前は反中国姿勢、はい、戦後はまた要中姿勢ですもんね、はい、県民がかわいそうですよね、限られた情報源の中で振り回されてね、はい、うん、本当です、はい、次これまでお見せします、はいはい、こちら、これ稲嶺恵一知事が、稲嶺恵一さんが知事の頃のあの沖縄を訪問した習近平さんですね、はい、当時福州の福建省の省長県知事だったんですね、はい、でこの時にね、稲嶺恵一さんはよいしょするようなことを言ってるわけ、はい、沖縄本来は琉球として独立してたんだけどっていう感じで言ってね、うん、この時は稲嶺恵一さんは中国と沖縄は400年の付き合いと言ってるんだけどね、いつの間にか尾びれがついてる、今600年の付き合いになってるわけという状況ですね、はい、じゃあこれいいですか、はい、まあ、こんな感じでですね、はい、着々と沖縄工作が皆さん進んでますから、はい、いいですか、沖縄県民もしっかりすべきなのはね、はい、さっきも言ったみたいに、はい、まず沖縄のリーダーが危機管理しっかりしないとね、はい、今米軍はね、どういう分析しているかというと、ちょっとでも油断すれば尖閣は今と奪われるぞと、あの中国にね、はい、この
この新型コロナウイルスの対策でもこういう後手後手に回ってるでしょ、はい、これ沖縄で地震が起きるとかね、あるいはこういう侵略が起きた時にはね、僕は対処不能になると思うな。そうですね、本当ですよね。なんでこんなのを選んだのというよく内地の方からお叱り受けるんです ね、本当ですね。まああの時はね、大永知事が亡くなって弔い選挙という形に持っていかれたからね、はい、お涙頂戴でみんな入れてるんですね、投票してるんですね、はいはい、それもありますけどね。あとはね、今コロナウイルスの関係で中国からのインバウンドが来なくなった、はい、一番の金を落としてくれた中国の客が来なくなってからね、はい、今沖縄の観光業界はもう瀕死の状態ですね、はい、でそういう状態の時にね、僕は今でも思い出すんですけどね、はい、小永元知事が生きておられたら何て言ったかなと、うん、そうですね、一番インバウンドが来て金が落ちてるピークの時にね、はい、もう米軍基地はいらない、もう観光で十分食っていけると言ってたけどね、今だったら何て言われたかなと思って、とっても僕は一日一回は考えるんですよ、うん、そうですね。で僕はあの時ね、観光産業の利益率はマイナス 4% からプラス 2% と、はい、極めてリスキーなビジネスだって言ったけどね、もう観光業界の皆さんには悪いけど、ほら私が言った通りになったでしょ。そうですね、はい、で基地関係はね、有料企業でね、はい、経常収支率が 7% ぐらいの超有料企業はね、はい、3兆円売り上げる利益につながるんですね。そうですね、はい、だからあの矢田智弘ですか、あの今オール沖縄から衆議院に当選してる、はい、彼も基地反対と言いながら外人住宅経営してですね、アメリカ人の商工に、住宅を貸せるとね、はい、C 以下の3倍で貸すことができるから、はい、で防衛省から前金で1年分が落ちるからね、はい、大変な在宅なんですね、基地反対と言いながらてめえは勝手にねそれやってるんだな。そうですね、米軍で貸し住宅ね、はい、そういうこともありますからね、はい、やっぱり沖縄が動揺しないのはやっぱり基地があって、はい、それに付随していろんな、公的資金が落ちることが、はいはい、そんなに市を見渡してもパニックになってませんよね。そうですね、はい、奄美大島なんか大変ですよ今。そうですね、はい、そういう状況ですね、はい、先生私奄美で思い出したんですけど、うん、先ほどの228事件で、うん、日本教育を受けたエリートの皆さんが殺されてしまいましたね、捕まって、はい、それで思い浮かんだんですけど、沖縄の公職追放した奄美差別事件っていうのがありましたね。あれを思い出したんですけど、なんか中国のルーツっていうのはやり方がどこでも似てるなと思ってしまったんですね。公職追放っていうかね、奄美が先に復帰したもんだから、はい、あの外人登録しろということで、でこれはね、妬みもあったと思うんですよ、はい、皆さんね、奄美は西郷隆盛の影響を受けててね、はい、非常に学問に投資する地域だったんですね、はい、だから戦後ね、沖縄の銀行をはじめトップクラスはみんな奄美出身で占めたのね、はい、その次が宮古出身、はい、宮古出身はアグレッシブで攻撃的でね、やる気あるから、はい、で沖縄地元はのんびりしてるもんだからね、もう役に立たんって言ったら語弊があるけどね、はい、ストライキばっかりしてたんだな、はい、で奄美が先に復帰したもんだから外人登録が必要ということで全部追放になって、琉球銀行の初代頭取もね、池畑総裁といってね、はい、戦前の台湾の官業銀行出身だったけど、はい、地元のうちなんしたちがクーデターを起こして奄美那瀬支店に出張行ってる時に解任、はい、だから今琉球銀行 の写真見てもね、わずか1文字しか出てきませんよ、初代頭取池畑なんとかってですね、そんな感じでね、ちょっと中国人に似たところがありますね、裏切るところが ね、アメリカがこうユースカーがこうそのように公職追放したというふうにされてますけど、本当は学校党から共産党が入り込んでそういう工作をしたっていうことも事実も残ってるようですからね。いやしかしな、僕はもう、はい、そういうことは抜きにしてもね、私も父が奄美大島出身だったからね、はい、結構学校の時には馬鹿にされたんですね、はい、離島出身だということでね、はい、ただね、人間馬鹿にされたらそれをバネにしてね、はい、報復するぐらいの気取りでね、頑張って勉強したからね、今日があるんであってね、
例えば奄美は徳田太郎が出てきてから沖縄 の、はい、あの病院は全部徳田バスにしていったでしょ、はい、一旦いじめられたらね昆虫しようと思って報復してやるぐらいの気概があってこそね男の世界ですよ、はい、沖縄の場合はいじめられた差別された、はい、こんなでしょ、はい、悔しかったら見返してやるぐらいの気概がないといけないんだけどね、はい、そういうことであの私もね、はい、今宮古出身沖縄で一番大きな三栄っていうスーパーがあるじゃないですか、はい、あれは宮古出身ですよね、はい、そういった感じでねまあこれが いい意味での競争社会ですよ ね、 そうですね沖縄の場合は競争社会ではなくて被害者意識でね、はい、損害賠償を取ろうとするのが県民性だからね、なかなか人物が生まれてこないのが、実態の話ですね、はいはい、次いきます、はい、3米中対立、中国は日本を狙う。もうね、我が国は例えば天安門事件でね、はい、世界が中国に対してペナルティを課してですね、貿易をシャッター落としてたでしょ、うん、日本の当時橋本龍太郎厚生大臣がですね、はい、ハニートラップに引っかかって、それで彼は首相待遇で招待されて北京に、それからどんどん決壊していったでしょ、うん、日本人というのはお人よしなもんだからね、そこを狙われると思うんですね、はい、脅したり脅したりすかしたりしてですね、で今回も李登輝総統が亡くなられてですよ、はい、多分アメリカは国務長官が葬儀内で出席すると思うけどね、もうすでに日本政府はあの閣僚は出席しないと言ってるでしょ、うん、なんか頼りないですね。そうですよね。僕はね最近ね日本の動き見てると、はい、沖縄の後を言ってるような感じしますよ。そうですね、本当に琉球沖縄県庁もですね大玉斎で知事の頃まではね、台湾とのつながりが強かったわけ、同じ中華圏でもね、はい、台湾とのつながりが強くて中国とはあんまり交渉なかったんだけどね、中華人民共和国中国共産党の幹部が来てね、はい、県庁で怒鳴ったらしいんだな、うん、二度とお前ら行くなよって台北に、大玉さひででしょ、その次の稲嶺慶一、はい、この二人は脅迫落とされてるわけ、大声で行くなって言って、うん、台湾に、うん、でその後台湾の首脳が来て表敬に来てもね門前払いしてるんですね。で今の日本政府がそうでしょ、去年の1月の蔡英文さんの総理官邸のホームページでね、はい、蔡英文さん台湾総統蔡英文っていう表現をね総統って文字を削除してあったじゃないですか。まあ、そういう感じでですね、今の非常に流動的な状況を見てるとね、沖縄はアメリカのプレゼンスがあるから助かってるんですよ。これアメリカのプレゼンスがなかったらね、もうどんな形でも暴力的な手段と、そういう今さっき僕が説明したね、はい、インテリジェンス工作でですね、もう中国の思うがままになってたと思う。そうですね、うん、だから日本米中対立、中国は日本を狙うというけど、その起点はですね、沖縄ですよ、うん、そうですね、うん、だからそこをよっぽど注意しないといけないと思います。しっかりしなきゃいけないですよね、うんうん、県民が。で次ですね、今日本 の、はい、あのテレビのコメンテーターはね、はい、もう米中戦争が始まるとか言って大騒ぎしてるけどね、やっぱりお花畑育ちですね、うん、これはね、これが僕は当然の中国との付き合い方だと思うんですよ、はい、中国と付き合うんで、中国とかロシアと付き合う時にはね、はい、いつでも戦えるぐらいの準備をして交渉しないとやられてしまうと思うんですね、はい、でその視点でいくと29日に在日米軍司令官シュナイダー中将がですね、尖閣問題に明確に言及しましたですね、うん、でこれ聞いた時には私はとても安心したんですけどね、はい、中国当局の船舶が尖閣諸島に最近100日以上にわたり接近を続けていると、いまだ勝てないレベルで日本の領海に侵入していると。中国はね、尖閣諸島の状況についてはアメリカが日本政府を助ける義務を全うすると述べたと言ってますから、私はね、はい、今書いてるのはレポートを書いてね、はい、アメリカ海軍の軍艦を派遣できなかったらね、尖閣沖に、はいはい、なんとかアメリカ の沿岸警備隊、はいはい、装備は小型の軍艦並みの装備を持ってますからね、
これを何か理由つけて派遣してくれないかなと思うんですよ。こうするとね、海上保安庁の巡視艇100隻に相当すると思いますね。アメリカの沿岸警備隊1隻に、はい、1隻隊ですね。効果はですね、ナイスアイデアですね。うん、そういうふうにすべきだと思います、はい、で何かありませんか。 できたらあと時間がありますから、この、沖縄の4位陣をですね皆さんにお見せしたいと思いますけど、何か、まあ、とにかく日中あの通習という言葉が教科書にも全く出てこないということで、うん、もう本当にこの盧溝橋満州事変以降の、日本のこのそういう騒乱の歴史が全然若い子に伝わっていってないという事実。そうですね。じゃあ、 地図をもう一回、はい、満州の地図をですね、はいはい、満州の地図、満州の地図こちらですね。はい、失礼しました。じゃあ、はい、この地図を お見せしながらですね、はい、話した方がいいと思います、はい、満州国というのはね、この、はい、満州事変が起きて、はい、満州事変は昭和7年の3月でしたね、はい、満州事変が起きて満州国は独立宣言します、はい、主な民族はね満州族なんだな、はい、でこの中華民国は漢民族、はい、で最初中国はね満州国を、満州族をかなり圧迫してたもんだからね、はい、満州国が北方にこの国を作ったことに関しては国際法上はですね、はい、別に問題なかったんですね、はい、で日本がこの満州国を手助けしたもんだから、はい、日本の侵略ということで当時の国際連合を反発したんだけどね、はい、内心はこの満州国ができてそこを日本が守ってくれるということはですね、はい、当時のソ連の南下を防止する意味でねこれは必要悪だっていう認識した国家が多かったんですよ。うん、で中国人も当時の中国人もね、はい、頂上戦万里の始皇帝が築いた万里の頂上っていうのがあるでしょ、はい、万里の頂上を境にして北側を満州国に、はい、南は中国ということになりましたからね、はい、問題なかったんですよ。そこで満州国っていうところはね、五族共和は、はい、私の父がここにいたもんだからね、うん、生前よく話してました、はい、五族共和を歌ってね、はい、非常に日本の経済政策がうまくいって、繁盛していてね、はい、中国中国北部方面からもねどんどん移住者が増えていたらしい、うん、で戦後中華民国と中華人民共和国が争ったのはですね、はい、この満州国をどっちが支配下に入れるかが勝負だったんですね、ソ連の協力を得てね、はい、今の共産党中華人民共和国が満州国を召集に収めたもんだから、はい、一挙に形勢逆転してね、中国共産党が力を得たんですよ、はい、ただ今の学校教育ではこの満州国ということ自体がもう消されてますもんね。そうですね、はい、であとはねこの視聴者の皆さんも自信を持って歴史に誇りを持ってほしいのは、はい、この朝鮮半島が当時は日本領でしょ、はい、台湾が日本領、はい、とこの南洋軍とこれ日本の信託統治だったんですね、はい、で私が調べた範囲ではねこの南洋軍とおよび台湾対日感情はすごくいいです。うん、日本のおかげっていうことをよく言いますね、はい、特にパラオなんか見るとね、はい、もう本当 に日本人になれたくてたまらないっていう感じなんだな、そうですね、はい、問題はこの朝鮮人、うん、ね、うん、これを親父が関東軍にいる時ね関東軍日本陸軍がここに満州国に駐屯してた部隊は関東軍っていうんですね、はいはい、目の前であまりにも朝鮮人が現地の満州人をいじめるもんだからね注意したらしい、うんうん、俺は日本人だっていう感じでいじめよったらしいんだな、そういうことでですね、うん、今は中国東北部といってオブラートに包むけどね、満州って言っても差し支えないと思いますよ僕は。そうですね、はい、うん、今日本の歴史の教科書からも満州国っていう表現も消えてね、はい、消えてますけどね、そうですね、はいはい、じゃあ映像に、はい、
この沖縄の与一の映像にかかりますか。はい、皆さんこのこれはもういいですからね。はい、すみません。この、はい、この前 この YouTube で紹介しましたらかなり評判が良くてですね、はい、申し込むにはどこに申し込めばいいかとか、そうでした、問い合わせがあったもんだから、はい、我が方もうっかりしてですね、はいはい、この表現を怠ったもんですから、今回はこの URL とですね、はい、QR コード、はい、これを表示しましたので、はい、ぜひあのこのですね映像をご覧になってほしいなと。これは予告編ですね、はい、いうことです、はい、もう非常にコロナ新型コロナウイルスの関係で国際関係もね、はい、国際情勢も日本の情勢も大きく変化しますから、はい、時代に取り残されないように、はい、時代の先端に行くためには先を読んでどんどん先に先に進んでいかないとですね、はい、後ろからどこの子ついていくようじゃ完全に言葉悪いかもしれないけど淘汰されてしまうと思います、うん、そういうねもう本当に恐ろしいぐらいの変化ですよね。本当にそうですね。観光業界もね2月の後半まではもう左内側だったけどね、はい、もう1000万人体制目指すとかね言って、言って、はい、大学の先生方も内地からも先生方も来られてですね、はい、このツーリズムについてっていういろいろやってたけど、はい、吹っ飛びました。はい、吹っ飛びました。もう何も残ってない。はい、吹っ飛んでね、もう時代が大きく変わろうとしてるね。そうですね。いうことですか。何が起きてもね、対処できるような体力を持っておくことが大事ですよね。はい、知識、知力、体力、すべてですよね。そうですね。はい、はいはい、じゃあ皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。1868年、明治維新。日本が文明開化に沸いていた時代、およそ240年もの間中国の影響下にあった琉球王国は日本国沖縄県として新たな一歩を踏み出していた。しかし長く中国の影響を受けたことで沖縄の状態は惨憺たるもの。長年続いた奴隷制と搾取によって農民は貧困を極め、村を出歩くときは裸足が当たり前、まともな医者がおらず、ハンセン病患者は全国平均の20倍以上、教育制度も整っておらず、本土で 50% だった識字率はほぼゼロ、自分の名前すら書けないものがほとんどだった。明治政府はこれらの状況を打破すべく教育や農業改革を開始。しかし古くから沖縄に根を張り沖縄を裏から操っていた中国の移民集団シナ島によってことごとく阻止されてしまう。そして日本政府による沖縄近代化の遅れに乗じてまるでハイエナのごとく虎視眈々と沖縄を奪い返そうとしていたのである。沖縄がまた中国の属国になってしまう、そう思われた時だった。沖縄を内側から変革し中国の魔の手から救った4人の男たちが現れた。しかし戦後4人の偉業が我々日本人のもとに届くことはなかった。なぜなら戦後彼らの存在はある組織にとって邪魔になったからである。沖縄出身の元海上自衛官めぐみ龍之介の広く沖縄の四偉人、左翼の楽園。今日本で最も中国共産党の洗脳を受けていることからこんな風に呼ばれている県があることをご存知だろうか。シェア 90% 以上、圧倒的な権力を持つ地元の二大新聞による偏向報道が続き、まるで情報の鎖国状態に陥っている沖縄で、沖縄尖閣を守る会の代表を務め、数少ない保守系ジャーナリストとして36年にも及ぶ研究・言論活動を続けてきた沖縄問題歴史研究のトップランカー。
け。1954年、めぐみは米軍の統治下にあった沖縄小座市で生まれる。その後、九州にある高校へ進学しためぐみは、本土と沖縄のレベルの差、学力の低さに愕然とする。さらに沖縄には保守系のジャーナリスト、指揮者がほとんどおらず、尖閣奪取、沖縄解体を目論む中国共産党や左翼の都合のいいように、沖縄は日本によって侵略され、独立国家としての地位を奪われた。戦時中、沖縄の人々は沖縄戦に強制連行された。挙句の果てに日本軍に集団自決を強要されたと、沖縄の歴史が好き放題に改ざんされ、一方で戦後活躍した沖縄出身の日本人については、その存在を一切封印してきた。このままではいけない、そう感じためぐみは、真実を報じないメディアに代わって沖縄の正しい歴史や偉人を日本人に届ける、そんな思いで活動を続けてきた。そして今、中国左翼が75年以上もの間封印捏造し、日本人が決して知るはずがなかった英雄たちの秘密がついに暴かれる。琉球王国体制っていうのは300年続いた専制君主制でですね、今の北朝鮮みたいな存在だったんですね。日本明治政府以降による、日本政府による近代化政策は一種の植民地政策だったという感じで、このベクトルの向きを変えて教育してるのね、国民及び県民に対して。こういった姿を見ててね、沖縄県民の皆さん騙されてますよと、日本国民の皆様も騙されてますよと、沖縄県では反日的な教育が徹底しておりまして、特に昭和43年以降、努力して成功した人物をね、体制派っていって軽蔑する癖があるんですね。それで政府に抵抗してきた人間、左翼活動した人間をね、英雄とするもんだから、いつになっても野党的な存在にしかないです。これを放置しておくと、反日思想が蔓延してきて、沖縄が日本の国家から分離されようとしてますから、これをご覧いただいたらね、あ、そういうことだったのかと。沖縄にも立派な偉人たちもいたんじゃないかということとですね、もう一つはね、勇気をもらえると思います。昭和天皇が生涯忘れなかった出来事、欧州訪問を実現し、東郷平八郎が見つけた天才、昭和天皇の艦長神田健は、240年以上続いた奴隷制が一転、北朝鮮のようだった沖縄を変革した沖縄近代化の父、遠山久造。戦後30年近くにわたってアメリカで極秘扱いだった伝説の部隊 MIS を導いた若き軍人、アメリカ陸軍最高勲章を受けた日系二世、トーマス平八郎伊下。佐藤栄作だけでは沖縄返還は実現しなかった。米国から国賓待遇で迎えられ、ホワイトハウスとの直接交渉を実現した。沖縄返還交渉影のキーマン、松岡政保。中国左翼に翻弄され続けた沖縄の真実が今明らかになる。沖縄出身の元海上自衛官、めぐみ龍之介の広く沖縄の4偉人、ついに解禁。